今日午前5時ごろ JR 仙台駅東口で撮影された画像です灰色がかった毛並みの大きな動物が写っているのが確認できますその後仙台駅周辺では青葉区一番町一丁目や五ツ橋一丁目で合わせて3件の目撃情報が警察に寄せられました警察によりますと目撃された動物の体長は1メートルほどで日本カモシカの可能性が高いということです 警察が周辺をパトロールしていますが、発見には至っていません。警察は住民に対し、出かける際は十分に気をつけてほしいと呼びかけています。